外の世界での体験ですか？頑張ってください。もうすぐ起床ラッパです。はい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 。タケル、こっちだよ。あれ、かすみさんじゃない。おはようございます。タケルさんとヤシロさんだ。おはよう。おはようございます。別に。おはようございます。 おはようヤシロ、朝からどうしたの？うるさいわね。別に気にしてないわよ。早く取りに行かないと整備実習遅れるわよ。うん、おはようございます。おはよう。朝からお暑い。おはよう、ヤシロ。朝から PX とは珍しいな。おはようございます。見ていたぞ、榊とアヤミネへの接し方。見事だった。さすがだな。その普通が一番難しいのだ。あのようなことの後ではな。そなた昨日ここでの一件の後は訓練中も無口であったし、訓練が終わったらさっさと姿を消したからな。どうなることかと心配したぞ。ヤシロ、そなたの分も持ってこよう。カウンターがあの込み用ではつらかろう。平気です。何かあったのか？ヤシロがここで朝食をとるとは。いろいろ、いろいろね。今度の焼きそばの日楽しみ。それで手を打ってあげる。一体何の話？お待たせしました。危ないよ。はい。いただきます。どうも今朝のヤシロはいつもと様子が違うな。そうね、何かあったの？どうぞ。はい。あー、バカか。バカじゃないよ。はい。あー、普通ねえ。楽しいお食事中に恐縮だが、詳しく事情を説明してもらいたいな。なんてしてる。いろいろあった。違いますか？違ったのかな？しなくていいですか？どうぞ。嫌ですか？
違っていますか？どうぞ。まだあります。どうぞ。まだあります。まだあります。ごめんなさい。でもトルクレンチもまともに受け取れないなんて先が思いやられるわね。タケル、私はソケットレンチを取ってやろうか。ラチェット、いる？ドライバーは？フライヤーは？白金、気をつけ。そのままでいい。で、白金、ここで何をしている？お前は本日0600より光月博士の特別任務に就くことが決まっているそうだが、聞いていないのか？おかしいな。直接伝令が行くと聞いていたんだが。まあいい、直ちに博士の元へ向かえ。ところで、その額はどうした？白金が工具の扱いをミスしたのです。以後気をつけさせます。まあ、おおむね間違いではない。戦術機の操縦ばっかり上手くてもダメ。よくわからんが、お前がトラブルの原因であることは間違いなさそうだな。マリモちゃんだと？白金、何度も言わせるな。私は貴様のお友達でも仲良しお姉さんでもない。上官を侮辱した者がどうなるか分かっているな。本来なら一括入れてやるところだが、早く行け。遅い！恐れをなして逃げ出したのかと思ったわよ。じゃ、早速始めましょうか。大丈夫よ。大丈夫。死にはしないわ。それは昨日で証明済みでしょ。確実に上がったわ。多分ね。未解決の問題も残ってるけど、そこは今回の実験結果を見て対応を考えましょう。とにかく、早速実験よ。電力が足りないわ。ヤシロ、4番を見て。はい。何よ。まだ安定しないの？仕方ないのね。5番。はい。これ以上はまずいから、これで進みましょう。ヤシロ、準備をお願い。はい。
それじゃ白金、向こうの世界を強くイメージして、あとはそっちの意思が確定し次第シフトするわ。トイレに入るときは鍵かけなきゃダメだぞ。そうしないとこういう目に遭う。タケルちゃんのバカ！この実験、やっぱり気分悪いわね。はいはい、当たり前でしょそんなの。それでどうだったのよ、白金。意志の力が足りてないってことね。もっとはっきりと向こうの世界のことをイメージしなさい。なるほどね。向こうの事象には干渉できなかったか。今の時点ではっきりした説明はできないけど、少なくともあんたは自分の意思で行動できなかった。ちゃんと元の世界に実体化していないってことよ。わかる？あら、椅子に座ってなさいって言ったのに。それだと集中できないのかしらね。とても集中力と精神力を消費する仕事。ま、言ってもわからないでしょうから、ここまで。一旦休憩しましょう。ヤシロが目を覚ましたら、再開するわよ。するかもしれない。でも、ここでやめるわけにもいかないから、とにかく先には進めるわ。だらだら続けていい実験じゃないのよ。電力だって、相当無理して捻出してるんだから。とにかく次は、もっとしっかりシフトして、向こうに実体化してちょうだい。いい？お待たせしました。大丈夫？はい。はい。夕方か。いろんなところで電力使ってるわね。ここは大丈夫よ。基地司令から文句言われる前に続きを始めるわよ。いいから準備する。今度はもう少しパワーを上げてみましょう。5番入れて。はい、うん、思い切って6番。はい、ヤシロ準備。はい、広がれ。ちょっと、一体どうしたの？あ、何事だ？
トイレに入るときは鍵かけなきゃダメだって言ったろ。そうしないと。スミカ、またもや俺がわかるよな。あ、そう、ふざけんな。タケルちゃんのバカバカ。シロがね、真面目にやりなさいって言ってるでしょ。あら、それでぶん殴られて戻ってきたってわけ？どうしてそれが可能になったのか、感覚的にでもいいわ。前の時との差を説明できる？なるほど。今日の実験はここまでにしましょう。もういいわよ。まず、白金は元の世界についてのイメージをもっと明確にしなさい。どうしたの？元気ないじゃない。何よ、素直に喜びなさいよ。元の世界に一瞬でも戻れたんだから。私は装置の精度を高めておくから、あんたはもっと元の世界に意識を集中して。いいわね。ヤシロも、わかってるわね。はい。じゃ、部屋戻りなさい。特別任務は終わったのか？うん。ヤシロはどうした？一緒ではないのか？あ、タケル！ねえねえ、聞いてよ。今日のご飯、おかずが2品減っちゃったんだって。ん？どうしたのだ？なんかね、夕方に基地の一部が停電したらしいよ。停電？非常用電源も作動しなかったそうよ。あ、千鶴さん。何焦ってるの、白金。あ、タケルさん、お疲れ様。ん？なんだタマセ、ヤシロも一緒か。うん、さっきそこで会ったんだよ。何をしているのかは知らないけど、二人とも大変ね。二人は一緒の特殊任務についてるって教官が説明してくれたんだよ。何言ってるのよ。博士の命令なら当然でしょ。タケル、朝はそんなこと全然言ってなかったでしょ。まあ良いではないか。あらぬ疑いも晴れたわけだしな。まあまあ。ところで、そのヤシロはどこに行ったの？わ、私たちも取りに行こうよ。いただきます。
嫌ですか？どうしてですか？わかりません。からは大丈夫です。はい。行っちゃうんですか？走れません。ここにいます。はい。はい。いってらっしゃい。
おやすみなさい。うささんです。先に起きたらダメです。何でもです。どうしたの？自室のドアなんかノックして。おはよう、榊。タケル、何事だ？あれ？みんなどうしたの？みんな整列してないと共感しちゃうよ。でも、なんでドア閉めてるの？怒られるよ。大変だね。点呼までにきれいにできないと教官に大目玉だもんね。身だしなみや整理整頓は軍人の基本だからね。頑張ってね。遅れちゃダメだよ。私たちも戻ろう。本当に点呼が始まってしまう。そうね、行きましょうか。じゃあね、タケルさん。まただよ。待って、もう少しなの。お待たせしました。だいたいわかった。二人は一緒に暮らしてる。わかってもよかったの？バカ？絶対秘密厳守。寝坊は焼きそばの徳。おはよう。食事運ばせておいたわよ。はい。それが済んだら
実験の続きをするわよ。はい。じゃあ私は、ってそうだ。あんたが前にいたこの世界で災害救助出動したことってあった？中部地方の山岳部で火山性地震が頻発しているのよ。帝国軍が第一種危険地帯の不法居住者をどうしようか対策を考えているらしいわ。さすがね。まだ山の名前も言ってないのに。帝国軍にしろ国連軍にしろ救助に向かうだけの余力がある基地はないね。戦闘任務についてない各基地の訓練部隊にお鉢が回ってきそうな雲行きなんだけど。この時期の2日は痛いわ。事前に手を打った方が良さそうね。今のあんたたちは重要な次世代機開発部隊なのよ。余計な任務で機体が壊れでもしたら遅れは2日じゃ済まなくなるしね。何？どうしたの？何か思い出した？へえ。ニキビ？わかった。伝えておくわ。じゃあ早速手配するわ。はい。ここです。嫌ですか？よくわかりません。今日は昨日より長くいけると思うわ。電力を余分に回せるようにしておいたから。ええ、あとはあんたの意志の問題ね。で、今日の地震のほどは？それは本人に聞くのが一番ね。ヤシロ、今日は大丈夫よね？大丈夫です。やけに自信ありげね。もしかして昨日絆を深めるような出来事か何かあったわけ？ま、冗談はそこまで。じゃあ本番行ってみましょうか。とにかく一発で成功させなさい。わかった？覚悟？そんな甘えは許さないわよ。今日失敗したら装置を破壊するわ。白金、あんたも知ってるでしょうけど、
ダラダラやってる時間はないの。今ここでやり遂げるしかないのよ。準備が足りないかもしれない、力が及ばないかもしれない、いろいろ理由をつけて尻込みする奴は一生結果を出せないのよ。あんた人類救うのよね。その願いを自分の力で叶えたいんでしょ。いいわ、ならこれを持っていきなさい。向こうに行ったらそれを向こうの私に渡しなさい。そしてきちんと事情を説明しなさい。その包みが証拠、それを見れば私は信じるはずよ。私が言うんだから間違いないわ。それさえ見せればこっちの要求は伝わるはず。私になら自分がやったってわかる封がしてあるから絶対開けちゃダメよ。これがうまくいけば00ユニットは完成する。オルタネイティブ5の発動はなくなるのよ。それとむやみに向こうの世界に干渉してはダメよ。こちらの世界と結びついたままの状態で元の世界に干渉したら何が起こるかわからない。だから向こうの世界で私以外の人間と接触するのはできるだけ避けなさい。私たちがやろうとしているのはこの世界を無理に引き伸ばしてあんたの元の世界の時空に突き刺しているようなもの。そう説明したわよね。だから無用な接触は元の世界に何らかの混乱を引き起こす可能性が高いわ。わかった？あんたはこの世界の未来を変えたのと同様に元の世界の未来まで変えてしまう可能性を持っている。だからくどいようだけどもう一度念を押すわ。余計な干渉は絶対に慎むこと。そうね、3時間くらい。どう？いけます。今それを考える必要はないわ。それじゃそろそろ行くわよ。ヤシロも用意はいい？はい。さあ始めるわよ。集中してください。じゃ行くわよ。
失敗。マジで見えるバカがいるかよ、たく。はぁ、はぁ、一人で行っちゃうからだよ。置いてかないでよ。たく。タケルちゃん、靴持ってきて。何を？持ってきてったら持ってきて。たく。靴はどこまで飛んでった？どうしたの？いや、お前の靴、犬のクソまみれだと思って。ほれ。うわ、うわ、うわ。バカ、嘘に決まってんだろ。お、メイヤも来たし、いつまでもバカやってねえで帰ろうぜ。あら？珍しいのが残ってるわね。一人？何よ、その気味の悪い反応は。なーに？私、年下は性別認識圏外よ。なんなのよ、気味悪いわね。早く帰って暖かくして寝なさい。お大事にね。シロがね、そういう口説き方は逆効果よ。じゃあ、ついにマリモと付き合う決心をしたのね。マリモがかわいそうね。そんなに力強く否定しなくてもいいじゃないの。あんた、誰？準備室、行きましょうか。で？何これ？何よ、この…何よ、これ。からかってるの？これは、いや、少しだけ違う。まさか。なるほど、確かに可能性はあるわ。けど、白金、なのよね。これ、どこで手に入れたの？あんたがまとめたなんてこと言ったら、速攻車で跳ね飛ばすわよ。今すぐ言いなさい。
間がないって言ってたわね。黙って聞くから話しなさい。さっきから気になってるんだけど、その態度似合わないからやめて。気色悪いわ。私の因果律量子論に間違いはなかったのね。最高よ、白金。ご褒美にキスもしてあげる。そうよ、これよこれ。いやー、さすが私ね。素晴らしいわ。やっぱり天才だわ。最高の気分だわ。しかーも、あんたがね。天才やっててよかった。新理論の数式ならすぐ用意してあげるから安心しなさい。そんなのいくらでもやってあげる。なるほどね。実に興味深いわ。おー、筋肉筋肉。白金のくせにシックスパックって感じ。久しぶり。そう言えばいいのかしら。何よ、あんたもちゃんと立派になれるんじゃないの。顔つき全然違うわよ。どのぐらいぶりなわけ。主観時間だって。あの白金がね。ま、人が変わるには十分か。私も一応教師やってるから、今まで何人も教え子持ったし、いろんな子を送り出してきたけど、でもあんたみたいなケースは初めて。違う世界に行って戻ってきたね。目うるましちゃって。まあでもそこまでにしといてよ。年下は性別認識圏外だって言ったでしょ。私はマリモじゃないんだから。で、いつ戻るの。この世界に長くはいられないはずよ。そう、仕方ないわ。複数の世界に同時に干渉したら何が起きるかわからないものね。せめて、そうね、同情はしてあげる。あんたの本当の居場所はこっち。でも今じゃお客様。こっちに戻って記憶が蘇れば、それだけ未練も深まるのに、それだと向こうに意志を留めておけなくなる。少し助言をしてあげましょう。白金、強い意志を持ってことに当たりなさい。望むものを勝ち取るために全力を尽くしなさい。世界はね、望むと望まざるとに関わらず、いろんなものを勝手に投げつけたり奪ったりしていくわ。時間なんてその典型ね。常に容赦なく流れていく。時間が一番残酷で優しいと言った人がいるわ。
時間だけにしか解決することができないこともある。そういうこと。でもね、シロガネ、あんたはその枠からはみ出してしまった存在なのよ。世界の断りに縛られてあがくしかない私たちとは違う。この世界が懐かしい？戻ってこられて嬉しい？鏡たちに会いたい？だったらそれが実現すると強く思いなさい。それを実現するために行動しなさい。意志の力で世界を移動する。それができるあんたは自分の意志で世界を変えてしまうことのできる存在なのよ、きっと。でも本当に自分の意志で世界を移動したことが何回ある？何ができるのか、これからどうなるのか、それはあんたの意志の強さと行動にかかってくる部分が多いはずよ。その責任の重さはしっかり自覚しなさい。さて、とりあえず頼まれたものは、そうね、3日後には何とかしておくわ。白金、11月26日よ。戻るときにいる場所に制限はあるの？行かなきゃならない場所とかは他にないの？なら久しぶりに街でも眺めていけば。白金さ、初めて向こうに行ったとき、その世界を認めなかったわけよね。なのにこっちに戻ってこられなかったのよね。不思議でしょ？おそらく認めたくないと強く思うことで、逆に向こうの世界を強く意識してしまったからじゃないかしら。わかった？だから今度はその逆をやるわけ。こっちの世界を知ればまたシフトするんじゃないかって危機感が生まれる。その危機感は無意識下であんたに向こうの世界を強く意識させ、向こうに引き戻す力を生むはずよ。でも人とは絶対に関わり合わないで、向こうの私が言うんだから、そこは厳守して。海外パックツアー並みの自由時間だけどね。ならこんな薄暗い部屋にいないでさっさと行きなさい。あ、ねえ、ちょっと敬礼してみせてよ。いいよ。様になってるじゃない。またね。
ちゃん？タケルちゃん！私の話を聞いて！何度も呼んでるのに無視するタケルちゃんが悪いんだよ。そうだよ。どうしたの？もう失礼だよ、ぼーっとしてさ。何それ、面白くないよ。また面白くないよ。それ以上言ったら、ブツよ。どうしたの？なんか元気ないね。普通、逆じゃないかな。まあいいよ。はい、タケルちゃん、荷物持って。ちなみにメニューは秘密だよ。どうしても知りたければ教えてあげてもいいけど。ケルちゃん、本当につまらないけど大丈夫？あっちの世界に旅立っちゃった？でもなんか変だよ。じゃあその辺に落ちてるものでも拾って食べた？最低だよ。言い出したら最後まで言ってよ。はい、続き。私にも言えないこと？本当に？そんなことないよね。ちゃん、それで話は？はあ？熱はないね。あーして。はい、あーって声出す。
喉も腫れてないね。脈も正常っと。どこも、うん、ちゃんと私が見えてるね。あれ、泣いてるの？あくびするのは私だよ。本当に大丈夫？タケルちゃん、またゲームの話してる。やりすぎると現実と区別つかなくなるよ。ほどほどにしないよ。もういいよ。せっかく二人なのに。タケルちゃん、今度は何？どうしたの？荷物は？もう！ちゃんと晩ご飯までには帰ってきてね。ゲームセンターに行くんじゃないよね。仕方ないな。この忘れたり思い出したりする感覚にも慣れてきたわね。お疲れ様。久しぶりに帰省できたみたいね。たった3時間で随分とまあ剣が取れちゃって。どうだった？向こうの日付、ちゃんと聞いてきたんでしょうね。昨日まではほんの数秒だったのに、今日は3時間弱。さすがね。何が？とりあえず、ヤシロをソファーに寝かせてちょうだい。理論を回収してからの方がいいと思ったけど、まあ、いずれはヤシロの力についても説明しなきゃいけないし。この実験、いえ、オルタネイティブ4の完遂には、ヤシロの存在は不可欠なのよ。そろそろ教えておいた方が、やりやすいかもね。まあ、いいから聞きなさい。オルタネイティブ計画の目的は、ベータとのコミュニケーション方法を模索するというものだった。1966年にスタートしたオルタネイティブ1は、諜報活動や和平交渉など、あらゆる目的を達成する必要に迫られた結果招集されたのよ。動物学者、言語学者から数学者、
各国情報機関の暗号解読チームまで投入して、ベータの言語、コミュニケーションの手段を解析しようと試みたの。彼らは太陽系外から飛来した可能性が高いわ。少なくとも惑星間航行技術を保有している。それだけの知性の持ち主が相手なのよ。コミュニケーションをとってその意図を探ろうとするのは当たり前の反応でしょ。失敗したわ。そう、ベータの言語を解明するどころか、そもそも言語が存在するのかも謎のまま、計画は暗礁に乗り上げて破棄されたの。それを受けて1968年にスタートしたオルタネイティブ2はベータを捕獲し、その生態を研究解明することで彼らとの直接的なコミュニケーションを図ろうとする計画だったわ。その生態を把握するために彼らの肉体に対するありとあらゆる調査と分析が行われたわ。思いつく限りの方法でね。どんな生き物も特定の環境下で生きるための特徴が備わっている。でも彼らにそんな常識は通用しなかった。火星や月といった生物に敵対的で過酷な環境下でも活動できる並外れた適応能力、現在確認されている数種のベータには種を同定するための特徴は一切発見できず、各個体には消化器官や生殖器にあたるものも確認できなかった。そんなデタラメな数種類の生物が高度な科学技術を持つ社会を形成して地球圏に侵攻してきたという事実は人類を戦慄させるに十分だったってわけ。天文学的な予算とサンプル捕獲のために莫大な犠牲を払った結果分かったことは、ベータが炭素生命体であるということだけ。1973年、ベータの地球来襲をきっかけに計画は第三段階へ移行。彼らが社会を形成し、人類に対し組織的な行動をとっている以上、そこには必ず思考や意思があるはずだという前提で計画された半ばやけくそなプラン。ベータの思考リーディングを目的とし、ソビエト科学アカデミーを母体に開始された人工 ESP 発現体の研究、それがオルタネイティブ3よ。要するに、解剖してもわからない、話もできないなら彼らの心を読んでしまおうということよ。どういうものを想像しているかわからないけど、頭の中にある思考を絵として感情を色で読み取る能力、それがリーディング。そこまで直接的だったらいいんだけど、読み取った絵や色を言葉に翻訳するのはその ESP 発現体の仕事。話を戻すわよ。もともとソビエトではそっち方面の研究が国家プロジェクトとして進んでいてね、数世代にわたって計画的に ESP 発現体同士を結婚させて、より強力な発現体を発生させてきたのよ。オルタネイティブ3では、その中でもリーディング特性の高い発現体を選んで。そんなまだるっこしいことやるわけないでしょ。人工受精で大量生産し、遺伝子操作で特性を強化していったのよ。ヤシロカスミはそうやって作り出された命のうちの一つよ。人工子宮の中で育ち、母親に抱かれたこともない。ヤシロはそういう子。そうね、人類の滅亡が現実に迫ってきている時に倫理がどうこう言ってられないから、かなりやけくそでしょ。ヤシロは計画末期に開発された第6世代という最も完成に近い個体群なんだけど、その中でも彼女は優秀でね、同じ世代の平均を軽く凌駕する能力を持っているのよ。リーディング能力には弱点があって、
ターゲットに一定以上接近しなければ正確に思考を読み取れないの。大勢の発言体が背部の中枢を目指す突入作戦に投入されたわ。ベータの考えを読み取るためにね。作戦に投入された発言体の生還率はたった 6%。 ただ運が良かったのか悪かったのか、ヤシロが実戦配備される前に計画は第4段階へ移行した。結果的にリーディングには成功したわ。ベータにも思考があることが証明された。唯一分かったことは、ベータは人類を生命体として認識していないということ。分からないわ。リーディングと対応なす能力にプロジェクションという能力があるんだけど、相手に自分の思考や感情を絵や色といったイメージに変えて投影する能力のこと。発言体たちはリーディングと同時に人類が考えつくありったけの和平のメッセージを彼らに投影し続けたんだけど、全く反応なし。そもそも彼らに平和という概念が存在しないのか、生命体と認識できないから無視しているのか。とまあ、人類のなりふり構わぬ努力にもかかわらず、ベータに関してはこの程度のことしか分かっていないのよ。私は88年頃から理論の検証をしていたんだけど、91年にそれが認められて帝国大学に呼ばれてね。94年にはとうとう国連からお声がかかった。そしてオルタネイティブ3の成果を接収してオルタネイティブ4がスタートしたの。1995年の話。というわけでオルタネイティブ3の成果であるヤシロがここにいるというわけ。オルタネイティブ4の目的は00ユニットを完成させること。話はここまでよ。何よ、全部教えるなんて最初から言ってないでしょ。今までの話だってとんでもないレベルの機密なのよ。現在進行中の極秘計画の片鱗を知ることができただけでもすごいことなんだから。事実なんだから仕方ないわ。そのためにやっているのよ。今まであんたに教えた情報だけでわかるわけないわ。考えるだけ無駄よ。あんたって意外と科学者に向いてるかもね。他人の心情をおもんぱかることよりも自分の興味が優先なのね。私はごまかせても、ヤシロには分かってしまうことね。白金が初めてここに来た時、あんたの言うことを妄想ではないと証明したのはあの子なの。あの時私が信じたのはあんたじゃない、ヤシロの言うことを信じたの。あなたの言っていること、少なくともあなた自身が嘘だと思っていないということが証明された。 100% じゃないの。でも信じるに足る理由があるの。私にしかわからない理由。それは言えないわ、まだ。
でもあなたをそばに置いておくのは十分な理由よ。おそらくあんたが前にいたこの世界の私もそうだったはずよ。ESP 発言体には常人とは比較にならない強い精神的パワーが備わっているわ。さらに八代の場合、一度捕まえたイメージを捉え続ける力に優れている。だからこの実験には八代の存在が不可欠なの。もしも八代があんたを降ろすとしたら、多分あんたはこの世界に戻ってこれない。イメージを捉える八代の力があんたの命綱ってわけね。けどイメージを捉え続けるためには莫大な精神力を消費するわ。だからあんたたち二人を一緒に生活させて精神的な絆を強めておく必要があったのよ。そうすれば命綱を効率よく引けるようになって、八代の負担も軽くなるし、向こうで活動する時間も伸びる。今日の結果を見る限り素晴らしい形で成果が出ているわ。けど今までの数秒が数時間になったわ。そういう問題よ。この実験では結果のみが求められているの。八代に楽をさせて結果が出なかったらそっちの方がかわいそうだわ。床の上見てごらんなさいよ。あんたでしょ、これ。特別な能力があっても、絵の才能はないみたいね。だけど、かわいいでしょ。これが八代のやり方。あの子にとっては、一番効率のいいイメージの捉え方なのね。私の場合は、八代のイメージをバックアップするシステムを介して、あんたに関する記憶を完全に再現できるわ。だけどそのシステムは、白金を送り出した後、リアルタイムであんたを観測し続ける八代がいてこそ成立するの。実験中にあんたを忘れないようにしている八代に、バックアップシステムはないのよ。八代はこんな方法であんたを見失わないようにしてるのよ。わかりやすいイメージで白金タケルの記録を残すことでね。実験中、捉えている白金のイメージを描き続けることで必死に忘れないようにしているんですよね。仕方ないわね。今日のレポートは後日にしましょう。ニブチンね。生まれはどうあれ、ヤシロも女の子なのよ。数式が用意されるまで3日あるから、明日は休みにするわ。時間は自由に使ってよし。以上、解散。早く追いかけなさい。ヤシロはどうしたの？振られたの？そなたの分を取りに行っているのではないのか？いなかった。これは
はもう決まりだね。愛想尽かされたんだ。じゃあ何かとんでもないことした？差し出がましいようだが、今の間は気になるな。破局。ちょっと白金、で本当にどうしたのだ？いないの？見た？うんうん、ケイさんは？見てない。なんだかヤシロさんいないと寂しいね。そうだな。あの子結構面白かったよね。うん、意外と気が強い。理由は聞かないけど、どうにかしてあげなさいよ。なんだ、何か言いたそうだな。やめてよ、人聞きの悪い。とにかく早く探しに行ったらどうだ？そうだよ。そうそう。そうそう。タケルちゃんにはわからない。